にお目にかかります。四代目どうも、染谷一家総長の染谷です。この度は無所でのお勤めご苦労様でした。俺が来るのを待ってたってわけか。うちの子分が四代目に誤解を受けるような真似をどうかご容赦ください。誤解ってのはどういうことだ。立ち話もなんですから、そのあたりも含めて中でじっくり話しませんか。四代目もお勤め明けたばかりでお疲れでしょうし、菅井さんもぜひご挨拶したいとお待ちしています。菅井さんご存知ですよね。登場会じゃ桐生さんより古い。六代目が不在の今、菅井さんが会長代行です。俺をつけさせたのはその菅井の差し金か。まあどうぞ奥へ。俺もゆっくり四代目の若い頃の武勇伝をお伺いできればと思います。どうか往年の極道ってやつを俺ら若造にも勉強させてくださいよ。ねえ。どうも、たびたび失礼します。おう。四代目をご案内してまいりました。お久しぶりで、四代目。俺の顔、覚えてます？やっぱり覚えてませんか。ま、俺は六代目体制になっても名ばかりの相談役でした。無理もない。もうお聞きでしょうが、六代目が札にパクられてからこの老いぼれが引っ張り出されましてね、せっかく若返った登場会もまた古い世代に逆戻りです。四代目から見るにさぞかし頼りないでしょうが。随分でかいテーブルを入れたんだな。極道も最近じゃ書類仕事が増えましたんでね、お気に召しませんか。そこの染谷ってのは書類仕事向きじゃなさそうだ。俺は書類だ数字だって役割じゃありません。ヤクザにもいろんなのがいますんで。まあどうぞ四代目。長居するつもりはねえ。だがいくつか聞きたいことがある。例の四代目が目をかけたお嬢さんがひき逃げされた件ですか。はあ、痛ましい話だ。お察しします。遥かの事故はいつ誰から聞いた。事故直後に札からの情報です。あんたのとこには神室町中の事故の報告が行くのか。沢村遥というお嬢さんは四代目の大事な身内として広く認識されています。もちろん特別に重要な件として私のところへ報告が来ました。聞きたいことというのはそれだけで。その事故現場に俺が来ることを見越して監視していた男がいた。そいつは染谷一家の人間と言ってたが、監視を指図したのはあんたか、菅井。監視じゃなくて
護衛ですよ。四代目が神室町にいらしていると報告があってからずっとお探ししてたんです。それがお嬢さんの事故をきっかけにようやく四代目のご無事を確認できたという次第でしてね。染谷の言う通りです。俺も差し出がましいとは思ったんですけど、今は中国人とドンパチの真っ最中でして、四代目は堅気になったとはいえ、中国人はそういう事情もお構いなしに的にかけるかもしれません。余計なお世話だ。俺に護衛は必要ない。四代目の人柄についてはよく存じ上げてるつもりです。そうおっしゃることは目に見えていたので、密かに動いていました。気分を害されたなら申し訳ない。だから言ったじゃないですか、菅井さん、四代目に護衛なんか必要ないってね。大体狙われる理由がないんですよ。もう堂島の竜なんて看板とっくにカビが生えてんですから。桐生さん、さっき俺らに監視されてるって言いましたけど、それも自意識過剰なんじゃないですかね。今やってるドンパチは俺らの世代の構想ですよ。とっくに引退された人間の出る幕じゃありません。随分と威勢がいいんだな、今の若いのは。中国マフィアとの構想のおかげですよ。いや、だってそうでしょう。最近まではいかに金を稼げるかがヤクザの力だった。六代目体制の東上界幹部はみんなインテリでしたよ。でも今は違う。でかい構想のおかげで東上界のヤクザの価値は喧嘩の強さになった。敵の首取った数がヤクザの格に直結する。要するに力ずくで出世できる、ヤクザにとっちゃ至極真っ当な時代が来たってことです。いい時代になったでしょ、四代目。あんたもそうやってのし上がった極道の代表格ですもんね。これまで雲の上の人だった菅井さんも今じゃ俺ら若いもんの力を頼りにしてくれてますねえ、菅井さん。誰よりも組織のために体張ってる人間が中枢に入る、当然のことだ。今の俺にはヤクザの家事なんざどうでもいい。ただ最後に一つだけ聞く。お前らが遥の事故に関わっていることは何もねえんだな。どういう意味です？俺らにそんなことする理由はないでしょう。ああ、確かに今のところは俺もそう思う。俺も遥もお前らの構想とは程遠いからな。だがもし万が一東上界が何かの理由で俺の身内に手を出したんだとしたら、その時は容赦しねえ。堂島の竜を敵に回したりはしませんよ。俺らには今他の遊び相手が山ほどいるんですから。
桐生さん、伊達さんから聞いたわ。はるかちゃんが交通事故に遭ったって。ああ、今意識不明の重体で ICU に入ってる。しかもはるかを引いた犯人はまだ見つかっていない。何か犯人につながる情報がないか探ってるところだ。キルさん、スマートフォン持ってるわよね。ああ、ちょっと貸してもらっていいかしら。はい、これでいいわ。ん？どうかしたのか。カムロ町の情報掲示板みたいなものなんだけど、そのアプリを今インストールしたの。もしかしたらそこに何か情報があるかもしれないと思って。ありがとうママ、後で試してみる。それじゃ。いや、ちょっと待てや、おっさん。俺に何か用か。ああ、いくらか金貸してほしいんだけどさ。すぐ返せっから財布出してくれ。そうか。で、すぐってのはいつだ。んだとこら、てめえ、舐めてんのか。マジかよ、この親父、信じらんねえ。なんだ、騒がしいな。あんたはジャスティスのレインメーカー。ずいぶん喧嘩慣れしたおっさんだな。君らじゃこの人は手に負えませんよ。僕らが守ってあげましょうか。いや、そんな、もう俺らはいいっすから。ほんと、なんでもないっす。そう、それじゃあ俺らはこれで。なんか不思議なおじさんだね。ずいぶん雰囲気あるけど、ヤクザともちょっと違う。となると元ヤクザってどこかな。当たってる？何者だお前は。僕はジャスティスの孔明。ジャスティス？新手のギャングってわけか。ギャングだなんて人聞きが悪い。むしろ僕らはギャングを潰すためにできたチーム。ジャスティスはその名の通り、正義を貫く若者たちの集まりなんですよ。ほう、正直そうは見えないがな。いつまで遊んでるんだ、透明。すみません、すみません。面白いおっさんがいたもので。すぐ行きます。早くしろよ。彼は岡田和親。金の雨を降らせる男、レインメーカーって呼ばれている。
そして、ジャスティスのメンバー3000人の頂点に君臨する男。何？ 3000？ 驚きましたか？この狭い町に3000人の勢力。馬鹿にできたもんじゃないでしょう。彼のカリスマ性に惹かれて、ジャスティスには今日もたくさんの若者が集まってくる。若者の居場所のないこのカムロ町で力を発散したくてうずうずしてる連中がね。なんだかおっさんとはまた会える気がするな。それじゃ。しばらく見ねえうちにまたいろいろ出てきたな、この町は。いらっしゃいませ。うまいな。さあ、行くか。ちょっといいですか？あなた、すごく強そうですね。それに、正義の心を持っている。いやー、目を見ればわかります。あなたなら、この町を救えるかもしれない。誰だ？これはすいません。私、トラフルと申します。この町も、随分物騒になりましてね。実は、町の至る所で、凶悪犯罪が起きてるんです。警察も手に負えないほどにね。こんな状況で、のんびり警察に頼っていたら手遅れになってしまう。すでに被害を受けた人も多いんです。だから私、この町のトラブル用 SNS を開設したんです。この町で何か事件が起こったら投稿してみんなで助け合おうって。だからこの町を救うためにも、あなたに力になってもらえないかなと。そうか、いいだろう。桐生だ。桐生さんですね。ありがとうございます。では、SNS に登録しますんで。これでよし。これから、カムロ町に起こっている事件が SNS に届きます。もし助けていただけるものがあれば、ぜひ解決に協力してください。それじゃあお願いします。カムロ町を良くするために、頑張りましょう。伊達さんか。ああ、俺だ。今は病院に秋山が来てる。用事が済んだら病院へ来い。俺はちょっと出かけるわな。分かった、すぐ向かう。それじゃな。Thank you.
しばらく寝てろ。初乗り料金かしこまりました。それでは出発いたします。キリュウさん。秋山。なんだ、ずいぶんさっぱりしたな。いや、まあ汚い格好じゃ病院に入れてもらえなかったもんで。伊達さんからお筋は聞きました。はるかちゃんはまだ ICU です。今んとこ動きはありません。そうか。それよりキルさん、はるかちゃんの子供のことでちょっと。ん？区の児童相談所ってのが来てます。キルさんに一言挨拶したいって。沢村はるかさんの関係者の方ですね。児童福祉士の野尻と言います。こちらの病院から子供を引き取るようにと連絡を受けまして。何？沢村さんにご親族はいないということですので、お子さんはこちらでお預かりします。今回のようなケースでは通常の手続きですので。それじゃごめんください。はるかの子供を児童養護施設に送るってことか。ええ、まだ1歳くらいなので正確にはおそらく乳児院ですが、少なくとも沢村さんが回復されない限りは施設へ送られます。待ってくれ。俺は沢村遥の親代わりで桐生ってもんだ。だから赤ん坊の面倒は俺が見る。あんたらには手間は取らせねえ。桐生さん、はあ、親代わりとおっしゃいますが親族ではないんですよね。でしたら桐生さんのような自称関係者にお子さんを引き取ることはできません。だってほら、例えばもしあなた方が赤ん坊の臓器を売るような輩だったらどうなります？何？はあ？確かに今のは大げさに言いましたよ。でももしそういう人たちに赤ん坊を預けちゃったら、これ児童相談所の責任が問われちゃう。今時は実の親が子供を虐待死させたってうちのせいだって言われちゃうんです。うちは人手が足りないっていくら言ってもそういう事情はお構いなしにね。まあそういうことなんで、あなた方にお子さんを預けたら私の責任問題になっちゃうんです。どうかご理解ください。おい、野尻さんだったな。児童相談所ってのはあんたみてえなやつばっかりなのか。そんなわけねえやな。はい。あんたの言葉は子供のことよりてめえの立場だけが心配だっていう風に聞こえてしょうがねえ。俺もはるかも施設で育った人間だ。親と呼べる大人のいない子供の苦しみはそれを味わった人間にしかわからねえだろ。だから俺はまだろくに口も聞けねえような赤ん坊を施設にやりたくねえ。はるかも目を覚ませば同じことを言うはずだ。何と言われても仕方がないんですよ。それにもともとこの件はあなた方の了解を取る必要もない案件だ。今回は警察が不用意にあなた方を呼んだせいでこんな面倒になってるだけでしてね。失礼、あとは病院の担当者と話しますから。
桐生さん、どちらへ。俺は遥の子をあんな奴の好きにはさせねえ。え、いや、桐生さん、ちょっと待ってください。そこまでにしましょう、桐生さん。あの野尻って男、自分が施設に送った子供がどうなろうが構わねえと思ってる。今この子を守ってやれるのは俺だけだ。けどあいつの言い分にも一理あります。俺たちは桐生さんという人間を知ってますけど、言葉を選ばずに言えば前科持ちの元極道だ。すいません。でも遥ちゃんが目を覚ますまでは仕方ありません。赤ん坊は叱るべきところで預かってもらうしかないでしょう。もし遥に万が一のことがあれば、この子は。何言ってんですか、桐生さん。そんなことにはなりませんって。だがそうなった時には遥は間違いなく施設に送られる。そして赤の他人の俺には、この子がどこの施設に送られたのかも決して明かされない。二度と顔を見ることさえできなくなる。子供が施設に入れられるってのはそういうことだ。その後俺がどうあがこうが、もうこの子には何もしてやれなくなる。遥も絶対にそんなことを望まねえはずだ。だから今しかねえんだよ。あ、何をしてるんだあんたら。その子をどうする気だ。今話の途中だ。少し待っててくれ。ふざけるんじゃない。あんたは赤ん坊を下に下ろすんだ。早くしないとただじゃ済まんぞ。この子は連れていく。遥が目を覚ましたら必ず返す。それまで俺に任せてくれ。やっぱりダメですって、桐生さん。下手したら誘拐犯になります。もしそうなったら俺は遥ちゃんに合わせる顔がない。何のためにムショに行ってたんですか。止めるな、秋山。行かせてくれ。考え直してください、桐生さん。俺にはあんたのやろうとしていることが正しいとは思えない。なんであんたはそうやって勝手に突っ走るんですか。少しは自分の後先だって考えてください。うるせえ。俺だって分かってんだ、そんなことは。だが俺がどうなるか、周りにどれだけ迷惑かけようか、遥の息子を守ってやるのは今俺しかいねえ。桐生さん、お前はどうしても邪魔するって言うなら、もう話し合いの余地はねえ。そこをどけ、秋山。くそ、なんで俺がこんな目に。Hey!
た相手に俺が本気で殴れるわけがない。とんだ殴られ損ですよ。すまね、秋山。本当にその子を連れて行くしかないんですか？厄介なことにしかなりませんよ。考える前に手が動いちまうのは俺の悪い癖だ。そんな、だから桐生一馬の生き方ってのは誰にも真似ができないんです。もう少し待ってろよ。分かってる、腹減ったんだよな。まさかそんなもの食わせるつもりじゃねえよな、伊達さん。その子に食べさせるつもりならこういうのにしとけ。相変わらず無茶するな、お前さんはよ。落っことすなよ、そっとな、そっと。分かってるって。はあ、児童相談所の野尻だったか。うん、いろいろうるさかったが話をつけといたよ。赤ん坊に何かあっても俺が全ての責任を取るっつってな。そうだったのか。そしたらあいつこう言ってたぜ。なら私は何も知らない、今回の件は何も聞かされてないし病院にも行かなかったで通させてもらうってな。てめえの責任にさえならなきゃ子供のことはどうでもいいらしい。まあいつは最悪の特殊ケースだ。本人もいやいや人手不足の児童相談所に回されたらしい。何度も上に異動願いを出してるってよ。さっさと受理された方が子供たちのためだ。児童相談所で働く真っ当な人たちの名誉のためにもな。また面倒かけちまったみたいだな、伊達さん。いいさ、あのまま遥の子が野尻に渡されてたらと思うとその方がゾッとする。うちの鞘にもあんな頃があったよ。今じゃもうすっかり大人になって手がかからなくなったかな、鞘か。ホストに引っかかって大騒ぎしてたのがもう10年も前か。ああ、あの時が俺の人生最悪の時期だったよ。お前に助けてもらわなかったら今頃俺もさやもダメになってた。俺な、キリュウ、お前にはまだあの時の借りを返しきれてねえと思ってるんだぜ。なら今日は伊達さんのおごりでいいな。それでも10年前のことはチャラだ。まさかな、そんなんじゃすまねえや。少し言いづらいんだが、やっぱり言わなきゃならねえよな。うん、遥のことだ。遥か、どうしたんだ、あいつに何かあったのか。実はさっき手術が終わってな、幸い一命は取り留めたんだが意識が戻らないんだ。この先いつになったら目を覚ますか医者にもはっきりしねえ。なんだと。
一体どうしてこんなことに。なあ、お前今日一日神室町で動き回ってたんだろ。遥かが姿消してた間のことで何か分かったことは。何もない。沖縄を出た後、遥かが3年もの間どこでどう過ごしていたのか分かったことは何も。そうか。ならやっぱり手がかりはこれだけになりそうだな。うん、これは遥の携帯に入ってた写真のデータだ。事故で壊れてた携帯から復元できたのはこの1枚だけだった。どこで撮った写真だ。この背景からじゃ分からねえな。いや、この画像データから GPS の位置情報が取れた。今時はそこから撮影場所の緯度と経度が分かる。この写真の撮影場所はな、広島だ。広島？ああ、広島の尾道神外町の付近だ。それじゃあ遥は沖縄を出た後広島に。みたいだな。その後どういうわけかまた神室町に戻ってきて、今日赤ん坊と二人して事故に遭った。遥が広島にいたのがどのくらいの時期だったのかはわからん。ハルトの父親が広島に。その男なら今まで遥に何があったのか、なんで今日神室町にいたのか、きっとその答えを持ってるはずだ。さてどうする、キリュウ。そいつから聞きたいことは山ほどある。だがその前に俺は遥の親代わりだ。大事な娘に赤ん坊を産ませて挨拶にも来ねえその若造に説教の一つも垂れてやらなきゃ気が済まねえ。明日広島に行く。ハルトも一緒だ。俺はあんまり賛成できねえけどな。ん？広島には陽明連合会がある。陽明連合会か。陽明連合会っていや、近江連合、東条会に次ぐ誰もが認める日本裏社会ナンバー3の組織だ。他の組織と手を結ぶことなく常に独立独歩、それでいて好戦的というわけでもない。一見すると穏健派に見える組織だが、敵が自分の島に足を踏み入れようなら手段を顧みず敵を駆逐する。あの近江連合でさえもただの一度たりとも戦争して勝った試しがない。ああ、広島には触れるなという話は昔兄貴分たちからもよくされたな。陽明連合会は天下を敬望せず、あの名将毛利元就と同じやり方で会長のクルス・タゲルは広島という地を守り続けた。クルス・タゲルか。当然お前も裏社会で生きているなら名前くらい聞いたことあるんだろう。戦後に名を馳せたバクトであり、生ける伝説とまで言われる男だ。ああ、だが俺が東条会にいた頃から実際に会ったという話は聞いたことがない。陽明連合会は外部組織との交流が全くないため極端に情報が少ない。警察でも昭和50年代以降クルス・タケルの行動を何一つ確認できていないんだ。生きているのか死んでいるのかそれすらわからないということか。生きてるとすりゃ100歳に近いはず。そんなジジイがどうやって広島のイケイケをまとめ上げているのか。組対4課の噂じゃクルス・タケルという人間はすでに存在せず、若頭の小清水というのが実質的なトップとして組織を動かしているという話なんだかな。とにかく広島は警察でもよくわからない謎だらけの危険地帯ってことか。そうだ。だからお前が足を踏み入れりゃ
場合によっちゃ東条会と陽明連合会との一大戦争の引き金を引くことにもなりかねない。今の俺は仇なんだ。どう動いたところで何も起きゃしねえよ。はあ、まあお前ならそう言うに決まってると思っていたがな。だってさ、俺が東京を離れている間、ああ、こっちは任せてくれ。言えば秋山のやつもついててくれるだろうしな。しかしな、あの遥があんな可愛い子を産むなんてよ、誰よりも本人がいつまでも眠ってらんねえって思ってるはずだ。遥は必ず目を覚ます。だからよ桐生、それまでに必ず春との父親連れてきてやってくれ。はあ、危ない。早く助けないと落ちるぞ。豆腐いかがですか？あのそこのが、うん、そんなこといらない。一丁しつこ。不思議なもんすね。兄貴は血なんてくだらねえもんだって言ってましたけど、やっぱり自分の息子だって思うと、なんていうか、こいつを守るためだったら本当俺自分なんかどうなっても構わねえなって。そうか、
俺はガキの頃ずっと荒れてました。物心ついた時には施設に入れられてて、ダチといえばそこの悪ガキだった達川くらいでした。自分を捨てた親を恨もうにもその顔も思い浮かばねえ。もうどうでもいいって思ってましたよ。そんな感じだったんで、広瀬一家の杯受けたのも達川に誘われるままだったんす。あれは今思えば舛添と一緒になって俺を監視しやすくするためだったんすよね、きっと。でも俺は広瀬一家で初めて家族ってもんを感じたんです。広瀬のおやすさん、南雲の頭、松永の兄貴、田頭、その頃は達川もマジで家族だったんす。小さい所帯の組でも俺は広瀬一家のもんとして自分がいてもいい場所があるってのが嬉しかった。はるかもお前と似たような生い立ちだ。ええ、彼女から話聞く前からそれはなんとなく感じてました。人との距離感とか接し方とか、そういうの見てると分かっちまうんです。血のつながりってのに甘えることができなかった。俺と同じ苦労をしてきた子なんだってのが。なのにそのはるかちゃんが俺の血のせいでひでえ目に。広瀬一家の家族にも俺は、はるかちゃんとのこと隠してえらい迷惑をかけちまった。ずっと彼女と春人をかくまってくれた親父さんにはもう言葉もねえ。だからきっちり俺がけじめをつけねえと。どうしたいん？明日、ん？西王会に乗り込んでローと話をつける。春人のことも俺のこともきっぱりは簡単に済む。でもそうしない限り、はるかちゃんも春人もず、俺も、え？お前は自分、そして奴がもしそいつを飲まねって言う、俺がこの手で、兄貴、俺とお前、はい、兄貴、南雲の頭たちに心配かけたくありません。カムロ町へ行く前に一言知らせときましょう。しばらく寝てろ。ちょっと待っとって。お兄貴、お疲れ様です。うっす、お疲れ様です。
広瀬の親分。いや、親さんになんか。そういう。カムロ町に。ああ、俺の実自分の息子。ほう、ほいじゃあわし。いや、お前らは幼名。え、ゆうべ腰水をビール瓶で殴ったのはお前だろ。まだ本家からは何も言ってこねえのか。ええ、本家は今それどころじゃ。ん、朝舛添の死体が見つかったんですわ。眉間に玉黒。なんだと。西洋界に消されたっちゅうことですかいの。あいつも達川と同じように組織から抜けようとしとった。わからねえ。だが昨夜の半巡儀も銃で撃ち殺された。もしかしたら二人を殺したのは同じ奴かもしれないな。なんや、武器、尾道も。あの、うん、こっちもいろいろ心配っすけど、俺はもういつでも兄貴の準備ができ次第すぐにでも行きましょう。兄貴、もうか。ああ、わかりました。ユータ、まずはセレナにアジア街に行く。ええ、ハルト君、久しぶり。ママ、また面倒かけることになりそうだ。伊達さんは？あの人に用ならすぐ呼ぶけど。ああ、頼む。ハルトを伊達さんに少し預かっててもらいたいんだ。できたらこの店以外のどこかで。え？もしかしたらハルトを狙う奴が襲ってくるかもしれない。あ、わかった。ちょっと待ってて。こいつがハルカとな。でもよ、本当にこいつなのか。俺だとなんかまずいんすか。ハルカのことはガキの頃から知ってるんでな。広島の若いヤクザとそんな風になるなんて思ってもみなかった。おまけに俺は中国マフィアのボスの子ですよ。分かったよ。キリュウが何も言わねえのに俺が愚痴ってもしょうがねえやな。っていうかキリュウ、お前はいいのかよ。俺はもうこいつの鼻がもげるほど殴ってやったんだ。なんて、やっぱりそうだったのか。伊達さん、ハルトの保護を頼めるか。ああ、なんとかする。そっちは任せてくれ。それよりカムロ町で動きがあったぜ。尾道から岩見恒夫が出てきてるぞ。何？いつこっちに？昨日、東条会の本部ですがりと会ってるようだ。他にも陽明連合会の極道らしいのもカムロ町に集まってきててな。そのせいかアジア街の西洋会もピリピリしてる。嵐の前の静けさって感じだ。岩見恒夫はカムロ町に何しに来た？前にお前から聞いた小清水と染谷の杯は流れたって話だったんだが、またそれを仕切り直しに来たのかもしれん。あいにく詳しいことはわからない。ああ、じゃあ俺ちょっと電話してみます。うちの親父さんならなんか知ってるかも。兄貴、ハルトのこといいすか。ああ。なあキリュウ、西洋会と成しつけるっつっても今ってのはタイミングとしちゃ最悪だぜ。アジア街の警戒レベルはかなり高くなってんだ。もう少し待てねえのか。そうも言ってられねえさ。半巡儀に舛添、どんどん死人が増えてんだ。おい、あいつ戻ってこないな。電話まだ終わらないのか。
ユータ。こいつはユータの。どうした、キリュウ。ユータがいない。どこかへ消えた。消えたって、おい、まさかあいつ一人でアジア街に。わかるね。だってさ、悪いがハルトを頼む。ああ、どうしたお師匠、对吧？我来见我老子。如果他不在，我可以等。把两手张开。别碰我。现在的我没酒就没法子跟老爹说话。